青汁王子が復活しました。彼は脱税事件も経験していて、自分自身が誹謗中傷されるだけなら耐えられるけど、実家の家族や妊娠している妹への誹謗中傷が絶えず、 YouTube は対応してくれず、警察の対応でもすぐに状況が改善するわけではなく、結果として自分の命を絶とうとしてしまったようです。もしひろゆきさんが王子の立場だったらどのような行動をしますか？家族が誹謗中傷で苦しんでいても放置しますか？この事件王子がどのような対応するのが正解だったのか知りたいです。まあ、そのメンタルがその丈夫ではない人がどうした方がいいっていうのをアドバイスするのってあんまりよろしくないと思うんですよね。まず僕が例えば何か対処しなければいけないっていうのがあったとしたら、ネット上とか YouTube では言いません。要はその青汁王子を攻撃したいと思う人が攻撃をして、で青汁王子が傷ついたとか辛いとか言ったら攻撃大成功ってなるわけじゃないですか。なので淡々と法律に触れる行為をするまでひたすら調べて、であとは裁判だったり警察に行ったりっていうのをやります。で多分傷害罪に一応なるのかな。なんかなんか睡眠薬飲んだうんぬんとかが、あれが睡眠薬飲んだのが自分でやっちゃってる傷害にならないかもしれないですけど、なんか例えばそれでなんか不眠、眠れなくなりましたっていう形でいくと、PTSD だったり傷害っていう形で刑事事件になる可能性があるんですよね。なんでそういう感じで刑事事件に持ってっといて、警察の人に動いてもらうみたいな、こう、方向に持っていくと思うんですけど、ただメンタル病んじゃいましたとか、睡眠薬自分で飲んじゃいますってなると、それって元々の自分の病状の問題で、この誹謗中傷の問題じゃねえんじゃねえのみたいになったりする場合もあるので、なので、表向きにそれを言うのっていうのはあんまりメリットないんじゃないかなと僕は思います。最後の質問になりますが、最後ってどういうことなの？もう、この後死ぬんですか、この人は。ひろゆきさんは自殺を止めるには止める側の責任を負う覚悟があるなら自殺を止めていいと切り抜きでおっしゃってるのを見たんですが、無意味に止めてくる人はどんな気持ちで止めに来てると思いますか？またそういう人を減らすのはどのようにすれば減ると思いますか？無意味に止めてくる人は自分の目の前で誰かが死んでしまったというのが気持ちが悪いので、自分の気持ちよさのために止めてるんですよね。なので、じゃあ死ぬのやめたわって言って、じゃあ俺家帰りますって言って、家帰りますって言った後に、こっそり死んだとしても、多分止めた人って気づきもしないからどうでもいいって感じなんですよね。なので、たまたま目の前で死のうとしてる人がいるときに、それを止めてる俺かっこいいとか、目の前で死なれると夢見が悪いよね。寝起きが悪いよね。みたいな。っていう理由で、目の前で起きたから自分の不快を減らすためにあなたの自殺を止めるって話で、なんでお互いに死にたいっていうのと、私が不快になるから嫌だっていうエゴのぶつかり合いだと思うんですよ。で、無意味に止めてくる人を減らしたいと思うのが僕分かんないんですよ。自殺したいのであれば社会はもうどうでもいいはずじゃないですか。要はあなたが死んだ後に別に自殺を止める人が増えようが減ろうが知ったこっちゃないじゃないですか。なのでなんで自殺を止めるような人を減らしたいと思ってるかがよく分かんないんですよね。なので社会に対する思い入れがあるのかないのかよくわかんないので、もしあるんだったらあるで、もうちょっと素直になった方がいいと思いますよ。